はい、どうも、サオです。はい、どうも、こんにちは、ツバサです。はい、まず、はい、こちらの動画をご覧ください。どうぞ。はい、このためにね、冒険もあったんですけども、このハッピーの数見てもらったらやばい。やばない。もっとね、もっといた俺も。ちゃうって、もう売却したって結構。あるがね。あるの一点狙いでこうなりました。あるがなかなか俺も落ちなかった。それと、このハッピーに体育ててしまっているっていうね、このミスね。まあ、というわけでね、ちょっとグダグダしてますが。やっていきましょうか。やっていきましょう。あのね、初の、なんか、実体が隣にいるコーナーなんで、かなり緊張してますが、まあ、今回の企画、盛り上がればいいかなと思っております。そうやね。というわけで、新着のメッセージがあるんですけど、ツイッターをOSモードにして。やってるわ。はい。カットしないからね。うん。いやして。じゃあ、鳥じゃんけんするか。鳥じゃんけんするか。順番、よしやろう。よしやろうぞ、行きます。さっきとのテンションの違いね。行きます最初はグー、じゃんけん、はい。オッケー、俺が取ったいや、今回は、あれよ、キノコが強いと思うんですけど、さすがに衣装を外そっか。外そう、外そう。ということで、じゃあ俺キノコ別に取らないんで。ああね。あれ何も上がったっけ ?1000? 1000ぐらい上がる。HP 1000上がるもんな。そう。それはいい。何取ろうかな。俺は、口角いきます。沈黙あるんで。確かに。口角が、すごい。そうなってくると、雲竜かな。こうワンバック。動物界のワンバッカー。ワンバッカー。もう感電が。そうそうそう。この対象に感電。感電。すべての敵魔法力 70% の魔法ダメージ。え、これすごない?新しくない?敏捷性を 20% で、うん、え、そんなあんの?これやばない。どういう。敏捷性を 20% 減少で。これ知らない人多い。知らんかったんやけど。あ、しかもこれ感電免疫ある。というわけで、まあ。一体、まあ、俺は別にワンバックにするかは分かってないんですけど。決まりました。まあ、雲竜ね。二体目、雲竜なんだよな、割と。割と雲竜みたいなとこある。汎用性ね、雲竜の。じゃあ、やっぱり、バッサンがせっかく、取ったのに意味なかったことにしましょう。ある取ります。くそくそ俺どんだけあるに。もうね。なえてたよね。やっぱり、やらせは良くない。やらせ。育ててないけど、育てたみたいな良くないんで、やっぱり。復活と、バフが。あーね。バフあるよね。俺適当に取ったわ、おもろいから。一旦消化するけどいい?大丈夫、大丈夫。です。オッケー。じゃあ俺、ココにしようかな。ああ。全体攻撃免疫。穴はどこ?それ。でも自分だけだけどね。ほんまや。オッケー。これ、絶対、いぶきの術。先生で取れる。いやでもこいつ感電。感電やん。すごくない?今。俺めっちゃ感電で攻められてる。通常感電やね、これ。感電マシーン。次は、アスト。次は、とりあえず星4はどんどん取っていきたい。最初から。うん。うん。いやでも、普
通にクロップ取ろうか。クロップ。クロップは、これか。はい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 。回復多いな、復活とか。あ、気絶あるんか。こいつすべての敵に気絶。気絶めっちゃあるよ。もうこれもらった。これもらいました。気絶めっちゃある。これもらいました。アーロンにしようかな、じゃあ。アーロン。アーロン。アーロン出血？出血。うん。たわいもないわ。トルネードスラッシュ強いから。トルネードスラッシュもダメージだけ大丈夫大丈夫。なんとかなる。ワンバック濃厚やな。ってなると。免疫持ちは？おらおら、そんな。あの、物理免疫とか。ああ、いないよ。いるわ。いない。エリンいるわ。統計上いない。エリンいるわ。影の軍団さ。エリン。おい、やめろよ。やめろや。エリン、行きます。もう、言おうとしてたのに。すごい、見切れてるわ。俺？うん。このビデオは罪ね。エリン。ベラにしようかな。ベラさん。ベラさんは分からんけど。ベラにしよう。ベラは麻痺、免疫は意味ないけど、なるほどね、一人に麻痺攻撃と、もう一つはダメージ量 40% 減少。いや、強っ。でも一旦使うでしょ。でも、敏捷下げるから、運流で。敏捷を下げられて、俺は。20% ってやばいやろ。共感があるんだ。どうなるやんな、その後。追撃出ないだけでしょ。あ、そういうことか。うん。でかいよ、でも。じゃあ、エレン取って、チェックメイト。まあ、免疫で固めよった、こいつ。エリン、エレン。エリン、エレンね。エリン、エレン。クロップ、気絶、攻撃呪文パーティー。強いわ。確信強いよ。ハウルにしようかな、ハウルに。まあ、まあ、ハウルを取っていただいて、僕の勝利は確定してる。あ、デリックにするわ。あー、やばくない？デリックは動いたら絶対麻痺るし。デリックにしまーす。ほんとに免疫がでかい。でも魔法キャラ俺2体編成してるから。あ、終わったわ。ほんとや。え、でも魔法。え、だって雲竜さ、魔法や。あ、そうそうそう。意味なくね、俺の。じゃあ、でも魔法免疫と物理免疫一体ってやろ、これ。あー、そうだ。いじさ。え？じゃあ、こっち物理やって。上の方が魔法やって、多分。さ、めっちゃ狙うじゃん。免疫じゃないの。あ、やばい。来た来た。強っ。関連しろ、関連。大丈夫大丈夫。なんでゼロやったら大丈夫大丈夫。あのね、効果食ってね、全体攻撃免疫持ってる。ふざけんなよ、ふざけんなよ。あ、5人攻撃免疫か、一瞬か。頑張れ、頑張れ。もらいましたね。バフいらんわ、ね。何今バフあるの。いや、これエグいって。やはい、簡単。はい、簡単。いや、俺ゼロなんびっくりしたんやけど。あ、ちなみにあの、負け数多かった人は動画の最初の自己紹介変えるんで。くっそ。俺のデメリット起きない。2回戦行きましょう。ポッポにするわ。ありがとうございます。アーカン取ったっけ、誰か。アーカン取ってなくね？取ってないわ。ミスったわ。アーカン。じゃあね。グッピー取ったよ。俺の中でアーカンなくなってん。ああ、ナイス、ナイス。それで。言い訳はなしにしてやりましょう。第2回戦。これ見て。すっごい防御強い、全員。とりあえず攻撃後ろ置いとけみたいな。そうそう、それ。ビビるぞ、俺のパーティー、ほんと。行きましょう。よし。ラクーンがすべての攻撃。俺の力は偉大なのだ、カリンのために。まあそこをね、高手にとって、あの、ワントップで。いけ、頑張れ、カイ。あ、こうなりますよ、ほら。もう強い。もう強いです、これもう。もちもちしてるから。もう強い。ほら。やばい。ほら。いらない。いらない。
いや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 、うわ、すごいぞ。めっちゃバフ悪いじゃん、こいつら。綺麗綺麗綺麗。どんどんバフ。綺麗綺麗。いいよ。あー、ガバー。オッケーオッケーオッケー。クリティカル出た、あれ。絶対でかいでかいでかい、強い。やめて。痛い。どこ行った。オッケー。ポケツって弱い。ね、あ、沈黙してる。沈黙してる。いいえ、いいわ。あ、うん、いいんじゃない。お、いいんじゃない。これ楽。もう、ほら、行った。お、やばいやばいやばい。先にカイぶっ殺せ。カイカイカイ。カイ、カイなんで、凍ったよ。これ、えぐいって。なになにこれ。俺、超強いぞ。もう一回、カイ、戻ってきた。戻ってきた。噛みちぎり。大丈夫大丈夫、大丈夫。オッケーオッケーオッケー。楽、楽。楽。楽。あとボーイをザラやから後ろ。行こう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 。行こう行こう。弱っ。なんだよ、これ。えぇ、ー。いけいけいけ。いける。でもまだ氷がね。あのね、凍結バイオフィックです。凍結効かないんでね。輝かしい生き方。フルを貼ってもらって。あ、もうこれもらいました、また。これ、低評価大丈夫か。これ、長いと思う。我らの翼さんだみたいな。あ、暗いやん。あれ？バイトじゃね？あるね。あ、それダメ？あ、あ、やばっ。え、ブズミ、ブズミ、オッケー。出血で死んでくるんだろ。ドン。あっ、復活あるで。なんだよ。あっ、いや、え、なんかすごい。あったの。出血出た、俺。あ、まだ。耐えた、ミリで耐えた。いや、光いらん。何回光撃つね。いいわ。え、なんで食らわんの？ブズミか。え、きついって。コロンビア。コロンビア。コロンビアです、これ。ずるいわ。我らが、翼さんは、やっぱ、ダメですね。あの、キャラに頼ってますね、これはね。攻略とか？攻略、キャラに頼ってます。いや、そうかな。頑張ってるんやけどな。あと、星さん？あと、星さんです。後半は、翼さんのチャンネルからよろしくお願いします。もう勝敗決まってるけど。3マッチ。いや、2勝すれば大丈夫。あ、そっか。そう。あと2戦。後半見てください。お願いします。